今週のキックオフ徳島は四国王者を決めるシニアの戦い。全国大会に出場を決めた優勝チームは、徳島サッカー応援番組キックオフ徳島。まずは先週日曜日に行われた水戸ホーリーホックとの一戦です。15位のボルティスは直近5試合で1勝1分け3敗と波に乗り切れていません。17位の水戸相手に勝ちが欲しいところです。前半5分、柿谷パス、相手の小玉シュート打って橋本、もう一度橋本です。さらにボルティスは水戸ゴールに迫ります。前半44分にはルシーニョ、ブラウンド、ブラウンドのシュート、ここは松原足でクリアですね。ですね。ここは相手ゴールキーパーに阻まれ惜しくもゴールとはならず前半終了。ハーフタイムには寺上も得意のダンスでスタジアムの雰囲気を盛り上げます。そして後半も決め手がないまま0対0。ボルティスは先発の渡りに代え坪井を11試合ぶりに投入します。すると後半39分、ニアに坪井、ハイキア外クリアして浮かして坪井、機会がなかった坪井、監督との居残りシュート練習の成果が出ました。出れてる中でも周りの皆さんが助けてくれて、もう本当自分の成長につながってるなと思います。そして試合終了間際、セカンドボール拾って落ち合いだ、スアレス、ファインセーブ、最後はスアレスのファインセーブがあって試合終了、徳島勝ちました。3試合ぶりの勝利、最後は水戸の猛攻を受けましたがなんとか1対0、宇野ゼロ、逃げ切っています。これで11位に浮上、そして今シーズン水戸を相手にシーズンダブルを達成です。今シーズン初ゴールとなりました。まずお気持ちから聞かせてください。そうですね、ここまで出場機会がなかなかない中でこういったチャンスをものにできたっていうのはすごい自信になるんで、またこれを続けてチームの勝利に貢献したいです。セットプレーでの折り返しのボールにうまく反応しましたね。そうですね、太郎くんが持った瞬間にファーサイドに来るっていうのはなんとなく練習でもあのシーンが1回あったので信じて詰めてたら本当に来たんで、まあ、あとは落ち着いてゴールに入れれたので良かったです。みんなでね、本当に最後は最後、本当にね、あれホセのビッグセーブもありますし、清志郎もね、本当に腐らず毎日シュート練習したりやってる結果がね、やっぱ出たんじゃないかなと思います。なんで今日はみんなが本当に掴んだ勝ち点3だと思いますので、選手たち褒めてあげたいなと思います。この後は四国王者を決めるシニアの戦い。J リーグでは夏休みに行われるリーグ戦への全国招待キャンペーンを実施しています。徳島ボルティスのホームゲームは8月31日の清水エスパルス戦が対象です。抽選で1000組2000名様をスタジアムに無料でご招待。詳しくはクラブのホームページをご確認ください。徳島ボルティスはクラブ設立20周年を記念したフエンティースリミテッドユニフォームのデザインを発表しました。フエンティースリミテッドユニフォームはクラブ設立記念日の9月10日を期間に含んだ20周年記念試合で着用するユニフォーム。ユニフォームのカラーとして採用したブラックはクラブカラーボルティスインディゴブルーの元となる藍染めの染料、スクモが持つ漆黒の深みをイメージ。
限定ユニフォームを着用するのは8月17日のファジアーノ岡山戦、31日の清水エスパルス戦、9月14日の大分トリニータ戦となっています。先週火曜日に会員先行で発売されましたが、わずか3日間で全サイズ完売。これを着て戦う日を楽しみに待ちましょう。4月、愛媛県北条スポーツセンターで全国大会出場をかけ、オーバー50、オーバー60、そしてオーバー70の四国大会が行われました。まずはオーバー70徳島代表のカバロスシニア。徳島のシニアリーグに参加されているチームの所属の、まあ、70歳以上の方で構成された、はい、あのスーパー選抜です。そんなスーパー選抜徳島カバロスシニア、初戦の相手は香川シニア70。試合は20分ハーフで行われました。赤のユニフォームの徳島は前半から果敢に香川ゴールに迫るも得点を奪えず。しかしエンドが変わった後半、コーナーキックからチャンスを作ります。74歳の奥本が頭で合わせるもゴールポストに弾かれゴールならず。そして延長戦でも決着はつかず PK 戦へ。先攻の香川1人目。続いて高校の徳島1人目。香川のキーパーに止められてしまいます。続く香川の2人目にも冷静に決められ徳島の2人目。またしても相手キーパーに阻まれてしまいます。しかし香川3人目のシュートを徳島のキーパーが防ぎます。そして徳島の3人目村岡がきっちりと決め流れを渡しません。この後香川の4人目が決め、次ゴールを外してしまえば徳島の敗退が決まります。香川のゴールキーパー島の再三にわたる好セーブに敗れた徳島カバロスシニア、全国大会出場とはなりませんでした。大事なリレーです。そうですね、生きてたら頑張ります。続いてはオーバー60の徳島カバロスシニア。初戦は愛媛代表の神灘サッカー育成会と対戦しました。白のユニフォーム徳島は前半セットプレーから相手のオウンゴールで先制します。1点リードで迎えた後半、ワンツーで抜け出した大久保がダイレクトで決め勝負あり。2対0で愛媛代表を下した徳島が決勝進出を決めました。決勝は高知代表高知フレンズと対戦。白のユニフォームの徳島、1点リードで迎えた後半、コーナーキックから60歳長浜が頭で合わせ追加点を挙げると、62歳柴田も追加点を挙げ4対1。オーバー60徳島代表の徳島カバロスシニアが優勝、全国大会出場を決めました。しかし今月行われた全国大会では惜しくも1次ラウンドで敗退。来年も期待していますよ。そしてオーバー50の徳島代表徳島 SFC は初戦で高知代表のカツオーレ南国 FC と対戦しました。前半左サイドからのクロスにトラップが大きくなりましたが冷静に流し込み徳島が先制。この1点を守り切った徳島 SFC が決勝進出を決めました。何が何でも勝って、勝利を取りたいと思いますので、ファイト。決勝の相手は愛媛代表の神灘サッカー育成会。青のユニフォーム徳島は終始試合のペースを握り愛媛ゴールに迫ります。
しかしゴールが奪えず試合は PK 戦へと突入します。4人目まで互いに譲らず徳島の5人目冷静に切り込み愛媛にプレッシャーを与えます。そしてこれを止めれば徳島の優勝が決まります。手に当たり反応はできていたものの止めきれず PK 戦はサドンデスに突入。このあと8人目までは互いにしっかりと決め次は徳島の9人目ゴールポストに当たりながらもボールはゴールに吸い込まれます。そして PK 戦を制した徳島 SFC がオーバー50四国大会を制し全国大会出場を決めました。今年は予選リーグを突破っていうのは最大の目標なので、そこはしっかりそこに向かって準備していきたいと思います。そして昨日から栃木県で行われているオーバー50の全国大会1次ラウンド突破を目指して皆さん頑張ってください。